皆さんこんにちは。葵ベトナムの本間です。それではみんなの日本語第40課の言葉を練習しましょう。数えます、数えます。いくらあるか数えます、いくらあるか数えます。グラム、グラム。重さは1380g です、重さは1380g です。以上、以上。3つ以上買うと安くなります、3つ以上買うと安くなります。以下、以下。5歳以下の子供は無料です、5歳以下の子供は無料です。どうでしょうか、どうでしょうか。私の日本語はどうでしょうか。母の具合はどうでしょうか。成績、成績。成績が悪くなりました、成績が悪くなりました。ところで、ところで。ところで私のことを覚えていますか、ところで私のことを覚えていますか。いらっしゃいます、いらっしゃいます。もうすぐ社長の奥様がいらっしゃいます、もうすぐ社長の奥様がいらっしゃいます。様子、様子。課長の様子がいつもと違います、課長の様子がいつもと違います。事件、事件。最近変な事件が多いですね、最近変な事件が多いですね。爆弾、爆弾。爆弾かもしれません、爆弾かもしれません。積みます、積みます。トラックに荷物を積みます、トラックに荷物を積みます。運転手、運転手。子どもの時タクシーの運転手になりたかったです、子どもの時タクシーの運転手になりたかったです。離れた、離れた。私には7歳離れた弟がいます、私には7歳離れた弟がいます。急に、急に。急に出張が決まりました、急に出張が決まりました。動かします、動かします。この機械の動かし方を知っていますか、この機械の動かし方を知っていますか。犯人、犯人。犯人が捕まったと聞いて安心しました、犯人が捕まったと聞いて安心しました。
手に入れます。手に入れます。知りたい情報はインターネットで簡単に手に入れることができます。知りたい情報はインターネットで簡単に手に入れることができます。今でも私たちは今でも友達です。私たちは今でも友達です。問題1、何本あるか数えてください。何本あるか数えてください。ビールが6本あります。ビールが6本あります。問題2、何を話しているんですか？何を話しているんですか？誕生日のプレゼントは何がいいか話しているんです。誕生日のプレゼントは何がいいか話しているんです。問題3、何を話しているんですか？何を話しているんですか？これからどこに行くか話しているんです。これからどこに行くか話しているんです。問題4、何をしているんですか？何をしているんですか？電気がつくか確認しているんです。電気がつくか確認しているんです。問題5、何をしているんですか？何をしているんですか？全部あるか確認しているんです。全部あるか確認しているんです。問題6、何をしているんですか？何をしているんですか？窓の鍵をかけたか確認しているんです。窓の鍵をかけたか確認しているんです。問題7、次の試験で90点以上取れますか？次の試験で90点以上取れますか？かどうかの文法を使って答えてください。90点以上取れるかどうか分かりません。90点以上取れるかどうか分かりません。問題8、30歳になる前に結婚しますか？30歳になる前に結婚しますか？30歳になる前に結婚するかどうか分かりません。30歳になる前に結婚するかどうか分かりません。問題9、お店にあなたの好きなデザインの靴があります。でも似合うかどうか分かりません。履きたいです。お店の人に何と言いますか？お店にあなたの好きなデザインの靴があります。でも似合うかどうか分かりません。履きたいです。お店の人に何と言いますか？で、見ますの文法を使って答えてください。
この靴履いてみてもいいですか？この靴履いてみてもいいですか？問題10。日本人の友達ができたら何をしてみたいですか？日本人の友達ができたら何をしてみたいですか？一緒に日本料理を作ってみたいです。一緒に日本料理を作ってみたいです。自然が好きなのでキャンプしてみたいです。自然が好きなのでキャンプしてみたいです。